ナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？ナッピーも元気ですよ、言った感じでやってきますね。はい、今日もフナピー島パトに行ってまいりました。はい、今回はユミさんのプロデュース第4弾夏物の新作を購入してまいりました。はい、こちらですね。はい、こちら商品名 YUM レースメロティー、サイズが LL でございます。 M から LL までございましたね。お色は中白、オフホワイトっていった感じでしょうか。他にベージュがございました。お値段は税込み979円、商品番号は 501-1739、 素材はポリエステル 98%、 ポリウレタン 2% となっております。立体感あるレース風のジャガード織にネックライン、袖口、裾のメロがポイントのプルオーバーでございます。柄がプリントと違い、生地に模様が織り込まれていて、立体的に浮かび上がってくるジャガード織が高見えします。透け感はあるのでインナーは必須ですね。メロのグルーネックラインにぴっちりしすぎないゆとりあるゴム袖で、袖口のメロがフェミニンさをプラスしております。はい、そして今回ね、こちらのプルオーバーに合ったインナーを購入してまいりました。ユニクロに行ってまいりました。ユニクロ感謝祭でございます。感謝価格で購入しました。はい、こちらグラキャミソールでございます。ブラックとピンクでございますね。ちょっとラベンダー色みたいな感じですね。ストレッチ性があって、いつでも爽やかで着用できるエアリズムフラトップでございます。6月6日まで税込み1990円が1490円となっております。透け感ある上品なこちらプルオーバーでございますね。その透け感を楽しむのもいいと思い、今回ね、タイミングよくキャミソール感謝価格で購入できました。これからの季節、何枚あってもいいですよね。この機会に6月6日までやっているんで、ユニクロも行ってみてはいかがでしょうか。といった具合で、こちらでコーディネートしてみたいと思います。星玲奈さんのジャンパースカートに、持ってるバッグは星玲奈さんのファーハンドルバッグで、モノマネコーデをしてみました。なかなか探すのが大変でした。ジャガー通りで立体感があるんで、ちょっとね、もたつかないかなって思ったんですけど、ジャンパースカートでも綺麗にもたつかず着用することができました。では次行ってみましょう。はい、インナーに先ほど紹介したユニクロのキャミソールのブラックを着用し、ボトムスはライトオンのデニムに、持ってるバッグはムムさんのチェーンボストンバッグでコーデしてみました。インナーに黒を入れることによって立体感が増すと思います。うっすらね、柄が浮かぶのも綺麗だなって思いました。そして白を多く取り入れることによって、夏らしい涼しげなコーデになったと思います。そしてこちらですね、フナピーは LL サイズを購入しましたけれども、結構ぴったりサイズでございます。ちょっとね、気持ちゆとりがちょっとあるかなっていった感じですね。で、見た目よりもストレ
が結構ないんですね。丈はウエストが隠れるぐらいの丈になっていて、ヒップはね隠しきれません。でもアウトで着用してこのメロウが綺麗にウエストラインから見えるのはいいなって思いました。肘が見え隠れするぐらいのボブ丈でゆとりのあるお袖だから気になる二の腕も気になりません。レースの凹凸感で脇のお肉や背中のお肉ですね、そういうのがね割とカバーしてくれてるみたいですよ。どうでしょう、こんな感じ少しカバーしてくれてますね。はい、透け感とデザイン性あるジャガード織りで薄着の季節にはもってこいのアイテムだと思いました。インナーの色を変えてコーデを楽しむのもいいんじゃないですか。では次行ってみましょう。なんかこうひろしです、ひろしですって言いそうですよねはい、クローゼットのカーディガンにクローゼットのプリーツスカート、そして持ってるバッグはムムさんのチェーンバッグでコーデしてみました。今度はインナーにピンクのキャミソールを着用してみました。意外とピンクだと目立たないですね、可愛い感じがします。淡い色同士を合わせるときは差し色をこうやってねカーディガンとかバッグに差し色を出してあげるといいと思います。濃い色だとよりね引き締め効果があると思います。はい、次行ってみましょう。ボトムスはフラッシュブルーのフレアパンツに、持ってるバッグはムムさんのオフホワイトのボストンバッグでコーデしてみました。トップスがレース風のジャガード織りになっているんで立体感があるから、ボトムスは柄のない無地がいいと思いました。そして透け感があるので漏れなくボトムスも、はい、この通り透けますね。結構色が分かりますね。そういうところをちょっとね気をつけて着用すればとってもね可愛く着用できると思います。では次行ってみましょう。ボトムスはミオさんのアイラインスカートに、インナーにユニクロのブラックのキャミソールを着用し、持ってるバッグはピアクルプチプラヤさんのクロコ柄バッグでコーデしてみました。インナーのキャミソールの黒とロングスカートの黒で立体感を出してよりきれいめなコーデにしてみました。トップスとボトムスをブラックで合わせるのもありだと思います。はい、これでうなぴーのシマパト&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。